直後に4という前置詞があるので自動詞のはず。丸2のフォームは何々を形作る、生成するっていう他動詞なので違います。マルチ・クラウドは群がるっていう意味ですが、普通はイントゥやアラウンドを使うのでここでは違います。丸3のギャザーは集まる、何々を集めるっていう風に自動詞と他動詞どちらでも使います。そこで丸4ですが、セット4という形になると何々に向けて出発するっていう意味になるので、ここでは変になりますね。なので丸3のギャザーが正解となります。これで意味はその家族の子供たちみんながお正月休みに集まるでしょうという意味になります。まず何々の料金を払うというのは Pay for 何々という形になります。そして部屋の料金を払うためにっていう風に to 不定詞を使うので to プラス動詞の原型になっているはず。なので丸2が正解になります。これで意味は私たちが出発する前にジェーンはホテルの料金を支払いに行ったとなります。後ろには The Village っていう名詞があるので答えは他動詞になるはずです。答えはリーチで、リーチは目的地などに着くっていう他動詞だからぴったりです。他の選択肢では Arrive at、 Get to、 そして Return to っていう形じゃないと使いません。これで答えはその村に着くためにはハイカーたちは狭い岩だらけの小道に備えておく必要があるとなります。まず丸2は Raise は他動詞なのですぐ後ろに目的語、名詞が来なければダメです。なので×。そして rise とか grow っていう自動詞は自動体では使えません。なので丸3と丸4は消えてしまいます。なので正解は丸1。これで意味はあなたはオーストラリアのどこで育ったのですかとなります。後ろには目的語がないので自動詞のはず。丸3のリプレゼントは何々を代表するという他動詞なので×になります。丸2と丸4は in がなければ OK なのですが、もし in をつけたいなら後ろに目的語がないとダメです。なので正解は丸1。これで意味はオリンピックはものすごく多くの国が参加したので大成功でしたとなります。後ろには税金という名詞が来ているので他動詞が入るはず。なので丸1と丸2は消えます。そしてここでは政府の決定は税金を上げることというふうにしたいので何々することという to 不定詞、つまり to プラス動詞の原型にしたいので丸3が正解となります。これで意味は政府の決定は税金を上げることだったとなりますね。まず直後に on という前置詞があるので自動詞のはずです。この中で自動詞として使うのは丸1のみ。 insist on の on っていうのはくっつく、接触のイメージですね。なので自分の意見から離れずにしつこく言い張るっていうイメージになります。これで意味は彼らはサービスが遅いことに対してレストランの支配人に合わせるようにしつこく言い張ったとなります。後ろが前置詞で始まっているのでまずここは他動詞は入りません。なので丸1と丸2は消える。そしてここでは物置が通りで横に倒れているのを見つけたっていう文になるので SVOC の C になる形じゃないとダメです。なので自動詞 lie の現在分詞である lying が正解となります。これで意味は台風の後
私たちは物置が通りの真ん中で横に倒れているのを見つけたとなります。マリーは誰々と結婚するという他動詞です。なのですぐ後ろには前置詞は来ません。なので丸4は×。そして ask は ask 人 to do っていう形で使うので丸1と丸2は違います。なので正解は丸3。これで意味は彼は何て言ったの、結婚しようと言ったから私は OK をしたわという感じになります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。